今日本屋で欲しい本をまとめ買いしてきた藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、エンジンコイン、IOST、そしてポルカドットのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨市場ですけど、まあ、地上げ相場ってことでね、まあ、順調に上がってきてますので、ちょっとね、順調そうなコイン特に取り上げていこうかなというふうに思います。引き続き、ツイッターやインスタグラムなどでも投資の話やってますので、ぜひ他の SNS でも私藤間をねフォローしてみてください。はい、今回あと藤間大学ではね、今日は、47歳で年収460万円のサラリーマンが資産1億円形成してね、ファイヤーできた理由みたいについての解説しています。このチャンネルを見ていただいている方はね、投資で資産形成している方だと思いますので、ぜひね他のね、ファイヤーして、脱サラした人、そういう人の、話やってますので、ぜひ藤間大学の方の動画も見てください。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュース読み上げてから、6つの仮想通貨のチャート分析いきたいと思います。今日がですね、またね、資金調達の話ですね。仮想通貨ウォレットとブロック技術をのアイムトークンという会社が、資金を、3000万ドル、33億円ぐらい調達したということが分かりましたと。アイムトークンという会社はですね、あんまりまあ日本ではメジャーじゃないんですけど、もともと中国の広州で設立されて、その後本社をシンガポールに移転してます。で、ユーザーの 70% は中国本土の人間で、その後韓国、アメリカ、東南アジアの人が、まあ、利用していて、現在そのウォレットは1200万人が、ユーザーとして利用しているということで、まあ、結構ね、まあ、大きな実は、仮想通貨ウォレットの会社なんですね。で、この会社が、今後10年から20年の間にブロックチェーンは世界規模で金融業界に革命を起こすでしょうと。アイムトークンはこのトレンドに乗り、市場で強力な地位を築いていると考えますということで話していて、CEO のね、デュアン・クアンスさん、中国系の人ですね。で、この会社はですね、今中国本土とアメリカとシンガポールに78名のチームを持っているが、まあ、2021年中には100人ぐらいまでスタッフを増員するということでした。まあ、ということで、引き続き仮想通貨業界の会社の、資金調達がね、活発に行われてますので、まあ、いい傾向かなと思います。どんどん仮想通貨業界自体が大きくなって、仮想通貨関連の会社も大きくなるということで、まあ、いいニュースだと思います。今日のニュースはプラスマイナス10で、プラス2ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあ今日も仮想通貨ビットコインからチャート分析いきたいと思います。じゃあビットコインからね、チャート分析いきたいと思います。ビットコインが、今655万円ですね。まずビットバンクの4時間足から見ていきたいと思いますが、昨日結構落ちましたけど、その後強いんですよね。ちょっと見にくいか。昨日ストーンと落ちたとこがありましたね。630万ぐらいまで、落ちました。631万まで落ちたんですけど、その後結構こうね、ストーンと落ちたけど、まあ、結局この上昇トレンドラインは割らずに、まあ、上に行ってるって感じで高値更新していってるって感じですね。だからやっぱりまあ、昨日の話の通り、まあ、じわじわ上がっていく感じです。で、このままどこまで上がっていくかっていうと、うん、やっぱりね、最高値更新はすると思います。この間が670万ぐらいのところが最高値なんですけど、多分このまま上がっていって、こっちの平行チャンネルの、まあ、上限ぐらいのところ。例えば、今週、来週上がっていくんだとすると、上限がね、800万弱ぐらいか、7万ドルぐらいかな。なんですよね。4月の中旬ぐらいまでに、じわじわ上がっていくんだったら、まあ、800万ぐらいまでいきます。なんで、とりあえず、まあ私は今持っているロングは、まあ7万ドルぐらいをターゲットに今設定しています。もうちょっと時期が遅くなるんだったら、7万5千ドル ?820 万とか。それぐらいまでいけるかなと思いましたので、引き続き、まあロングのチャンスですね。
もう基本的にはもう地上げ相場でショートが全然入ってこれない感じの、まあ、チャート形状なんで、どこもそのショートが入る隙がないんですよね。この地上げしてるから、じわじわ上がっていくから。なんでもうロングしたものがずっともう勝つっていうか、どこでロングしても勝つっていう感じの、まあ、状態になってるという感じなんで、FX はロングする。で、現物はまあ買っていく、相場かなというふうに思います。なんでこのままね、800万前後ぐらいまで、爆上げてほしいなと思います。はい。ビットコインは以上です。じゃあ次、イーサリアム行きましょう。イーサリアムもね、ぶち上げましたね。21万6千円まで上げました。で、昨日まで見ていた、この三角持ち合いを上に抜けたんですよね。だから再び私もね、ロングしてます。こう抜けたところでロングしてます。1980ドルだったかな。そこでロングしていて、この平行チャンネルの、まあ、てっぺんぐらいまで狙う感じ。今から上がってくるとすると26万とかなんで、2400ドルぐらい。それぐらいまで狙っていこうかなと思います。これ、だから結構、イーサリアムは大チャンスだと思いますね。これもかなりわかりやすい相場というか、三角持ち合い上抜けからの、ぶち上げみたいな感じでね。2400万ぐらいまでは、2400ドルまでは上がってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、現物は買っていくし、FX はロングしていく場面かなと思いますので、イーサリアムロングしたい人は、バイビット、で、ロングできますので、動画の説明欄から、口座登録してみてください。はい、イーサは以上です。じゃ次、リップル行きましょう。リップルも昨日ね、60円まで落としたんですけど、結局ね、まあ、上に戻していて 63.2 円ですね。で、リップルはこういう感じのアセトラになってます。ここが65円ぐらいで、上値一定の安値切り上げって感じ。この65円を抜けてきたら、まあ、強く跳ねてくるんじゃないかなと思ってます。なんで、まあ、安全に来たい人は、FX でね、安全に来たい人は、この65円抜けてから、まあ、ロングして、80円ぐらいまで。まあ、正確には76円から、92円ぐらいまでが、まあ、次の上昇波で期待できるんですけど、まあ、それぐらいを狙っていくって感じでいいんじゃないかなと思います。で、現物はもう、もう安値切り上げで、どんどん高値コースにしそうなんで、まあ、早めに買っていった方がいいかなと。まあ、そういう感じの、相場ですね。RSI は、日足で、まだ63なので、全然変わりすぎじゃないって感じですね。ちょっと見にくいけど。うん、まだ変わりすぎラインにはないので、まだまだ上がってきそうな感じです。はい、リップルは以上です。じゃあ次、エンジンコイン行きましょう。エンジンコインが、2.62 ドルの280円ぐらいですね。やっぱこれ強いですね。一旦2ドルで押し目作ったんだけど、この間3ドルまで上げて、で2ドル、まだ落ちたと。で3分の1調整して、まあじわじわ上がっていく感じ。出来高はね、そんなに入ってないんですよ。出来高は少ないんだけど、やっぱり2ドルは割らないでじわじわ上がっていく。だから、売ってる人がいないんですよね。多分これは確実に高値更新していくと思います。で、こういう上昇トレンドライン引けて、じわじわ上がっていく感じ。この間の3ドルは超えていくんじゃないかなと思います。で、これ今フィボナッチエクステンションこうやって引いてるんですけど、0.786 が4ドルで、1が 4.6 円なんで、まあ、500円弱ぐらいまで、このまま上昇していくんじゃないかな、というふうに思ってますので、エンジンコイン引き続きガチを押していけばいいかな、と思います。はい、エンジンコイン以上です。じゃあ次、IOCですね。IOC 0.056 ドルなので、6.2 円ぐらいですね。結構強いですね。まあ、連続で陽線、昨日はま、陰線でヒゲだったんだけど、一旦ね、ストーンと落としたけど、今日また大陽線って感じで結構強いですね。なんでこのまま、この三角持ち合いの上限ぐらいの 6.5 円ぐらいまで飛んでいくんじゃないかなと思います。ここは結構硬いと思うんですよね。1回、2回、レジスタンスされてるんで。だからここ、抜けないで一旦落ちてくるかもしれないけど、結局三角持ち合いは、多分上に抜けてきて、最後爆上げみたいなね。で、使用された金の更新みたいになってくるんじゃないかな、というふうに思ってます。なので、引き続きね、IOCT は、まあ、1円ぐらいで買ったんですけど、このまま価値をして、10何円とかね、20円とか、それぐらいまで狙っていこうかな、というふうに思います。はい、IOCT は以上です。じゃあ、最後にね、ポルカドット行きましょう。ドットね、私ね、結構、1月、2月ぐらいに結構ね、買い増ししたんですけど、まあ、結構爆上げてまして、今の価格が、38ドル、なんで4000円ぐらいですね。結構強いです。で、
ポルカドットは、今ちょっと面白いところに来ていて、ちょっと今線引けてないんですけど、ちょっと線がね、これ三角持ち合い上に抜けたところでずれたんだけど、今こういう三角持ち合いがね、引けるんですよね。ちょっと引いてみましょう。そしたら、そろそろ三角持ち合いを上に抜けてくる感じになるんですよ。わかるかな？ここね。こういうちょっと開いた三角持ち合いにすると今結構強い陽線出ていて、何回もレジスタンスされたこの40ドルってところまた試しに来ている感じなんですけど、同時にこの三角持ち合いの上限でもあるんですね。だからもしここを超えてきたらかなり爆上げしていくんじゃないかなと思います。レジスタンスされるんだったらもう一回この辺まで落ちる、30ドルぐらいまで落ちる可能性あるけど、上げてきたら超また上げそうなんですよね。で、どれぐらい上げそうかっていうのをフィボナッチエクステンションで、引いてみますと、多分結構上がってくるんですよね。あ、こんぐらいか。ここを、そこにしてこういう感じでフィボナッチエクステンション引いたら、0.786 が48ドル。1ドルが54ドルぐらいなんで、その辺ぐらいまでぶち上げそうですね。ちょうどこの2倍ぐらい。なので、この三角持ち合いを上に抜けるかどうかっていうのはよく見といた方がいいかなと思います。はい、ということでね、今日も6つの仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットフライヤーとビットバンクはおすすめです。特にビットバンクはね、すべてのコインで差し値取引ができるので、必ず登録しておいた方がいいと思います。そして、日本の取引所にはない、今日紹介したね、ポルカドットとかね、カルダノエイダー、バイナンスコイン、パンケーキスワップ、その辺のね、今年調子がいい コイン買ってみたいという人は、100種類以上扱っている、バイナンスが超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットとオーバービットと FTX がおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。